阪神は1日のロッテ戦、ZOZO ゾゾマリン、22対3で敗れ、今季ワーストを更新する泥沼の5連敗。延長11回までもつれ込んだ戦いの末、2戦連続となるサヨナラ負けを喫する悪夢のような試合展開で、3カード連続の負け越しとなった。はっきり言うて、陰血にも程があるわ。9回に渡辺亮の義悲で2対1の勝ち越しに成功した虎は。 その裏のマウンドにクローザーの岩崎を送り込む。すると一矢無双者から、中堅・近本が浅いフライを攻撃し、打者走者・中村翔は一気に二塁へ、記録は二塁打。続く佐藤は三振に打ち取ったが、自打者・友杉に左翼への適時二塁打を許し、同点に追いつかれてしまった。あと一人、の状況から、またもするりと手元から逃げていった勝利の女神。 三塁ベンチ内の岡田監督も、苦虫を噛みつぶしたような表情でこの一幕を見つめるしかなかった。前夜のカード第1戦では、1点リードの9回にマウンドに上がったゲラが同点に追いつかれ、延長10回にさよなら負け。W 守護神として運用されているゲラ崎、コンビが2戦連続で決壊してしまった。頻打に苦しむ打線はこの日も、逆境を跳ね返す反発力を見せられぬまま。 結局延長11回に5番手として登板した西順が西二塁から右前へのサヨナラ的自打を許しゲームセットとなった。試合後の岡田昭信監督66はもうええやろと力なくつぶやき待ち構える報道陣の前を素通り2日連続で監督囲み取材が行われることはなかった。